は、トークショーにご来場いただきましてありがとうございます。4時半少し回ってしまいまして申し訳ございません。お時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。私、ザ・クラブのマネージングディレクターを、しております山下と申します。本日の、トークショーの司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、9月8日から、始まりました、ジャッキー・サコーチをニューヨークの女性のアーティストの、拠点開催に際しまして、実際に彼女を、ニューヨークから、ご招待し、皆様に、ギャラリーの中で作品を見ながら、彼女自身についてそして、彼女の作品について、お話をさせていただければと思っております。最初に私の方から彼女に質問をいくつかしていきながら最後ですね時間に合わせて皆様からももしございましたらばご質問をお受けさせていただきたいと思います。それではまずはじめに今回アジアで初めての展示になるんですけれどもジャッキー・サコッチオの経歴について私の方から簡単にご紹介させていただきたいと思います。ジャッキー・サコーチオは現在ニューヨーク郊外のコネチカットにスタジオを構えて活動しています。スクール・オブ・ジ・アート・インスティチュート・オブ・シカゴそしてロード・アイランド・スクール・オブ・デザインを修了した後アメリカン・アカデミー・ローマでのローマ賞そしてグッケンハイム奨学金等多数の受賞歴を持っているアーティストになります。また現在彼女の作品はニューヨークのメトロポリタン美術館そしてダラス美術館シカゴ現代美術館そしてヨーロッパはロンドンのサーチギャラリーと本当に世界各国の美術館に収蔵をされています。それではご紹介させていただきます。ジャッキー・サコーチオです。どんどん質問をしていきたいと思います。本日ですがまず最初にですね、彼女についての質問をいくつかしていきたいと思います。でその後、作品についてそして、彼女の作品の作り方ですとかそういったところに質問を、移っていきたいと思います。では最初の質問なんですけれども、まさにどのようにしてそもそもアーティストの道を歩み始めたのかそして、昔から、アーティストになりたいと思って何でしょうか。昔からクリエイティブなことを何かやりたいと思っていましたが、1980年代にアートスクールに入り、まず建築を勉強したそうです。ただしかしそこで建築に興味があったのではなく、空間に興味があったのだと知りました。Both architecture and painting have always been big influences for me, but once I started to paint, I realized建築も絵画も私にとても大きな影響を与えましたが絵を描き始めてからこれがすぐに私がやりたいことだと気づきました。本当にこうまさに今空間という言葉が出てきたんですけれども、彼女の作品に関して彼女はよく本当に空間もしくは日本でいうまさに間という言葉なんですがをすごくよく、キーワードとして話しています。実際にでは影響されたアーティストなんかはいるんでしょうか。たくさん、好きな、画家はいるんですが、私は主にアメリカとイタリアで勉強してきたので、ピツィアーノやベリーニ、ポンポルモ、カラバッチョなどイタリアの画家がとても好きです。
もちろん他にも、マネやマティス、フランケンサーラー、ジョン・ミッチェルなどにも、影響を受けています。本当にもうカラバッチョですとか古典巨匠絵画から、まあ、デクーニングに至るまで非常に幅広く、技術史を、参照しているところが印象的だと思います。で今、少し話に、デクーニング、ジョアン・ミッチェルといった、まあ、50年代アメリカ抽象表現主義を代表する作家の名前が出てきました。ジャッキー自身、21世紀を代表する抽象表現のアーティストとして、経歴を重ねてきているんですけれども、まあ、この50年代のアメリカの抽象表現主義と、まあ、ジャッキーの、自身の作品について何か関係性があったら教えていただきたいなと思います。Physicality and the gestural but controlled looseness, and also the break from Renaissance space was very important for me. I see it as a sort of continuation of the Impressionists' connection to Chinese and Japanese landscape. アメリカの抽象表現主義に、とても通じることはありますが、特にその身体的で動きがあることや意図的にコントロールをなくすという手法など、そしてルネサンス絵画からの離れたこと、ルネサンス絵画から離れたということについてがとても私にとって重要な要素だと思っておりまして、また中国や日本の風景画で見られるような開放性が印象には通じていると思っております。抽象絵画を描き始めたのには何か理由がありますか？My move from for landscape-based painting to abstraction occurred very slowly, pretty organically over about 10 years. So it wasn't really a conscious decision, it just sort of gravitated towards that.私は、初めに風景画を描き始めたことから、始めたのですが、その頃から抽象的ではあり、そこから10年を経て、自然と、完全的な抽象絵画になっていったので、意図的に何か決意をしたわけではありませんでした。実際に今まで、まあ、スタイルを変えたいと思ったことですとか、もしくは、まあ、具象絵画を描きたいと思ったようなことはありますか？Transition from representational to abstraction was pretty gradual. I don't see any, anticipate any big changes back to representation, but you know. 今までにその、具象表現から抽象表現の移り変わりは、とても緩やかなものだったので、その間に大胆にスタイルを変えようと思ったことはなかったですし、これからも、まあ、あるかどうかはわからないということです。さっきですね、中国そして日本の風景画っていうことを彼女話していました。実は、ジャッキー自体今回日本に来日するのが初めてになります。ここで少し、興味のある日本人アーティストですとか、まあ、日本の文化について彼女がどう思っているのかを聞いてみたいと思います。Being here in Tokyo, I'm amazed by the attention to detail and form, and particularly the 11th century BC bronze vessels that we just saw at the Meizu Museum, and also the landscape painting of Beiyang. So there's clearly a lot to learn and explore. まあ、今回初めて東京に来るということで、その中でも、紀元前11世紀頃の青銅器のフォルムやディテールなどにも、とても、すみません、根津美術館で見た、青銅器のフォルムやディテールに、とても感動したということです。また平安美の、風景画なども、とても素晴らしく、他にもいろいろ見てみたいとおっしゃっております。Also the Kutai movement has been important to me, particularly like the calligraphic works of Masatoshi Masanobu, and also Tetsuo Shiraga, very interesting performative painter.またその他にも、具体派にはとても興味があり、
正利正信の書道や白川和夫なども影響を受けたとおっしゃっております。実際に、まあ、作品を見渡していただいてみるとですね、さっき出てきたような、まあ、芸闇美の風景画ですとか、まあ、白川和夫のアクションペインティングに見られるような、まあ、絵の具の動き、もしくは絵の具のにじみというのが見られるのがすごく面白いなと思います。それではここから少し彼女の作品自体についても少し掘り下げて聞いていきたいと思います。今回飾っている作品、非常にもう色がたくさん散りばめられているんですけれども、実際これはどのような技法で描いているのか教えていただけますか。I paint the painting beginning on the floor and use pools of drip pools of very liquid paint. The painting consistencies vary to allow for different alchemical effects.私は、どの方向からでも描けるように、また、液体状の絵の具を使っているために、いつもキャンバスを床に置いて描いています。また絵の具は、異なった密度のものを使い、大きなシミを出すものや硬いテクスチャーが出るものなどを使っているそうです。 Some of these pools create large stains of color paintings, and then the more viscous paint allows for more of those drawing drips that happen over. This also adds to the denying the sense of gravity.その絵の具の種類ですが、こちらにあるような、まあ、大きなシミを、作り出す絵の具だったりとか、またこちらにあるような、硬いテクスチャーのものはカリッとしたものになって、こういう使ったテクスチャーの絵の具を使うことで、その、重力などを無視することに、重力などを無視した絵画を作ることができているということです。今重力という話が出たんですけれども、後ほど皆さん、もしよろしければ、皆さんの背後にある受付のところで、映像を流しているんですが、彼女のスタジオでの制作風景になります。今話にも出ましたが、おそらく、最も特徴的な、ことはですね、彼女が、筆を使ってこの、色彩豊かな作品を筆だけで作っているのではなくてですね、実際に、重力を感じさせないような動きを生み出すためにキャンバスを床に置いて、そのキャンバスを彼女自身がですね、持って絵の具を垂らし、それをこうキャンバスを動かすことで自然な絵の具の流れを生かしていく、そして、その中にさらにいろんな密度を持った絵の具を、使ってさらなる、表情を生み出していくというのが非常に特徴的なんだと思います。I began to tip the canvases more by necessity as a way of deterring too much pooling happening in the middle of the paintings. This act of tipping kind of became an exaggerated form of drawing, which I really liked. That led to using the sides of the canvas as tools. 彼女はその、絵の具を垂らして、その実際にキャンバスを、いろいろ傾けながら、描いていくという手法を取り入れているようですが、そうですね、これが主な、やり方で、絵を描いているということです。本当にまさにキャンバスというのは本来ですから、描かれる対象物になるわけですけれども、ジャッキーの作品においては、描かれる対象物であるキャンバスが逆の作用、まさにその描くツールとして道具として使われているということがもう一つ特徴として言えると思います。後ほど、ぜひ近くで作品行ってみていただきたいんですけれども、今回持ってきている作品の中にもですね、一つの作品の、端ですね、エッジのところに、絵の具をつけて、それをまた別のキャンバスのところに、こすりつけて、ツールとしてキャンバスを使い絵を描いているということが見られます。今ちょっと技法の話をしていたんですけれども、どのようにしてこの技法が生み出されたのか、そして、いつ頃から今のこの技法を彼女が始めているのか少し教えてください。
way of working started around 2008. Two events I kind of associate with that. One was that I moved my studio from a very small space in Harlem in New York City up to a larger space in rural Connecticut. And it was also a time where I organized some exhibitions where I invited artists to participate and to work on top of one another's work. So it was became a large collaborative work, and I didn't have any sense of control over how what the end product would be. I think that had a big effect on how I started working more improvisationally and these tools of paint that I couldn't control. この方向で描き始めたのはちょうど2008年頃で、要因が2つあるそうで、この頃ニューヨークのハーレムにあった小さいスタジオからコネチカットにある大きなスタジオへ移動したそうです。同時期にアーティストがお互いの作品に手を加えていくという共同制作の展覧会を彼女がオーガナイズをしており、その時に、作品の制作において、コラボレーションということで、コントロールを失って、作品が完成していくということに、とても刺激を受けたとおっしゃっています。彼女今少し話に、オーガナイズした展覧会というのが出てきたんですが、アーティストとしての活動はもちろんなんですが、過去にさまざまなアーティストを、に参加してもらう形で展覧会をキュレーションした経験を持っているんですね。非常に面白い経歴だと思います。今回の、作品の方に少し話を戻しまして、描かれている文様が、本当に多々見られます。果たしてこれは、本当にこう意図せず彼女が、作っているものなのか、それとも何かこう意識的にこう描いていこうという気持ちがあるのか、少しそのあたり話していただけますか。I tend to juggle the more unintended results with the hand-painted deliberate marks, to sort of stabilize and then also destabilize gestures and back and forth until I feel like it's at a point where it's resolved, sort of a controlled chaos. In these paintings, I think there's a more even amount of hand-painted marks and the more forward marks, and it sort of pushes the tension between the landscape, sort of the receding landscape and the protruding more mass bodily form, playing with this idea of convex and concave. 偶発的にできた模様と、ブラシで描き込むことを、交互にやって、違いが分からなくなるまで、この工程を繰り返して、作っているということです。で彼女が、使ったフレーズでコントロールとカオスと言っているんですが、まさに定格された無秩序であるとおっしゃっています。で今回の作品は、以前の作品に比べると手で描き込んだものが、部分がとても多いということで、それが、コントロールと無秩序のそのデュアリティを、両面性を、絵に描いているということです。本当にそうですね。今回実は全てのこの絵画の作品に関しては、日本のお客様皆様のために彼女が全て書き下ろしてくれた新作になります。ぜひ後ほどゆっくりご覧いただければと思います。今回ですね、作品を本当に間近に見ながら実際にそれを作ったアーティストの話を聞いていただくということで、より深く作品を見ていただければなと思ってこういったトークショーをさせていただいているんですが、少しせっかくなのでここで、一点一点飾られている作品についていくつか選んでですね、彼女にその作品にそれぞれに込めた思いというのを聞いてみたいと思います。So these paintings, all the titles are preceded with the words portrait or place. And the portraits stem from something that started back in 2011, which was working toward looking at
Manners paintings and trying to taking notes on them and trying to translate that into a contemporary language. And then the place paintings are also sort of portraits of a sort, but more of places that are meaningful to me. 今回の作品には、タイトル、どちら、プレイスかポートレートのどちらかが、ついているんですけれども、ポートレートという作品は、イタリアの、マニエリスム、16世紀後半に、起こったマニエリスムの絵画を見て、そこから、自分なりに解釈をして、作品に落とし込んだ作品で、プレイスというのは、彼女が、個人的に、馴染みのある、心に残った場所を作品に落とし込んでいるということです。So for examples of place paintings, would be this one, which is Place Bruski, and that one at the edge there, which is Place Sweet. And both of these are a sort of a reference to J.M. Turner, the romantic landscape painter. But it's my idea of trying to capture a roiling storm coming over a landscape, sort of carving out light and dark instances that one would find as a storm passes. And this portrait, Near Miss, is sort of a combination of place and portrait, taking that of Turner, but also that of Giuseppe, whose prints have had a big influence on my work and my kids. So I think I sort of tried to bring the structure of the Giuseppe with the sort of romanticism and the landscape quality of the Turner. And the one to the left is called Place Hard Lines, and that's again a reference to Giuseppe, but more to his structural sculpture and his trees. ブルースピード、プレイスブルースピードと、スイープ、あちらにあるものは、ジェーン・ターナーの影響が多く、強く、彼が、描くような、嵐の変わりゆく様や、また下から突き上げるような描き方がインスピレーションとなっているということです。でまた、ミアミス、というのは、一番左の、皆さんから見て左の作品ですね。こちらはちょうどプレイスと、ポートレートのコンビネーションとおっしゃっておりまして、ターナーの影響もあるそうですが、同時にデピュッペの、生の筆使いや、構図なども、影響を受けているそうです。でまた、今度こちらの、ハードラインも、白い作品の白地に紫の作品ですね。も、デピュッペが作った、彫刻の、個構差に影響を受けているということです。An example of a portrait would be the one in the center here, which is Portrait Heartache, and that's based on a 1544 petition painting that was done late in his life. And I particularly responded to the heavy uncertainty of his gaze and his hands, which were so experienced but still searching.そちらにある、ポートレートハートエイクという、まあ、こちらのポートレートの例なのですが、こちらは、ピツィアーノの自画像を、に描かれている、不透明な眼差しと、またその彼の手、など、多くの経験を、積んできてもまだ何かを追い求めているような、その様を思い描いて、描いているそうです。まあ、今少しいくつか作品をピックアップしながら、それぞれのインスピレーションですとか、まあ、裏側の話をしてもらいました。ただですね、まあ、今回、どの作品を撮ってみてもおそらく皆さんがこのギャラリーに入られて一番にこう感じられる言葉というのがおそらくすごい綺麗だなっていう言葉なのかなと思います。
ただ、私が、個人的に今この彼女の作品を見ている中で、彼女の作品の中には、ただ綺麗もしくは美しいだけではない、それ以上の何かがあるんじゃないかと、感じました。ここでですね、彼女に彼女にとってこう美しさとは何なのか、そして、あとはですね、さっきターナーといったような影響も受けていますという話もしていたんですけれども、こう自然と、そこから彼女が受けているインスピレーションというところについて少し聞いてみたいと思います。I think there's a harshness in my work that's raw and fecund. When I was younger, I think I focused only on these aspects and covered any seductive, beautiful aspects that the paint would allow for. And I think as I've grown older, to by allowing the inherent beauty of the paint come through, it adds to a certain duality that I'm seeking.彼女は、ご自身で、自分の、作品に、自然界のような荒々しさが、あるとおっしゃっていますが、彼女が若い時は、その自然界にある、その醜さだったり汚さを、中心に美しいという部分は排除した、作品を作っていたようですが、その時の作品はそのあまり面白みがなく、彼女がその自然の美しさということを、絵画にも取り入れることによって、その二面性、自然の、荒々しさと美しさ両方をこう絵画に、表現できるようになったのではないかとおっしゃっています。今ですね、少し彼女の、若い頃の、話というのが出てきたんですけれども、いよいよ少しちょっとこうトークショーも、終盤に差し掛かってきて、ここからいくつか、もう少し踏み込んで話を聞いてみたいなと思うんですね。ズバリアーティストとして、今は本当に経歴をどん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 積んできている、時期になるんですけれども、今までスランプというのはありましたか？At this point, I'm on the other spectrum where I feel more that time is running out and I don't have enough hours to execute on my ideas. スランプがある時期を通り越して、逆にアイデアを、作品にする時間が足りないものだとおっしゃっています。実際にそうしたら、今までもしスランプっていうのがあったとしてですね、今日実際にいらしていただいている皆様の中にはアーティストの方も何人かいらっしゃると思うんですけれども、彼女自身スランプとどういうふうにこう向き合っているのか、どういうふうに乗り越えているのか、もし何かあれば教えてください。And I would second guess myself and find it very difficult to finish a painting. Once I was able to clarify my ideas and not be so concerned about what was happening around me, the painting box disappeared. Coincidentally, I think the work became more contemporary.私が若かった頃は、重要なアイデアが足りないということで、思い悩んでいました。今は、一度アイデアを整理して、それについてあまり、深く考えすぎず無理に作品に落とし込もうとしないことで、解消されていったとおっしゃっています。そして、形式にとらわれずに作品を作り上げることによって、自然とより現代アートの、要素が強まっていったのではないかと思います。少し、ここで、話題を変えたいと思うんですけれども、今ですね、本当にこうアート業界もインスタグラムというのが非常にこう対応されるようになってきていると思います。で、実際、ジャッキー自身もインスタグラムのページ持ってます。
して、非常にもう数千人のフォロワーを持つ、まあ、インスタグラマー的な感じなんですね。で、また合わせてですね、多くのアーティスト、まあ、特に次世代若いアーティストが今、まあ、インスタグラムだけではなくソーシャルネットワークをですね、コミュニケーションツールとしてはもちろんなんですけれども、実際に彼らが作品を発表する場としても活用している姿が見られるようになってきました。これについて、まあ、どう思っているんでしょうか、まあ、同じアーティストとして。でそして何か、まあ、こういったインスタグラム、ソーシャルネットワークがジャッキー自身に影響を及ぼしていることがあれば教えてください。 I think it's mixed, and I think while it's fun to post images and let people know where you're doing shows, and just scroll through and see lots of new images, I think people, myself included, have become so addicted to it that we visit galleries less and less and stand in front of individual works quite frequently. So I think that's, there's only so much you can see in a digital image on a small screen as opposed to getting lost in a painting or seeing a whole room installation or how public art sculpture sits in the landscape. とても、まあ、複雑な気持ちだとおっしゃっておりまして、彼女自身インスタグラムとても、楽しんで写真を投稿したり写真を見たり、しているそうなんですが、まあ、これと同時に実際にギャラリーに行くという機会がどんどん減ってきているのではないかという、問題を、おっしゃっておりまして、まあ、実際に、作品をギャラリー内で見るというのは、まあ、どれだけその作品が大きいかとか、まあ作品と部屋の関係性などっていうのは実際に、ギャラリー内でしか見れないことなのではないかとおっしゃっております。それでは、最後の質問になるんですけれども、まあ、今までいろいろなもうすでに、経験を、積んでいるジャッキーですが、まあ、今後について少しもし何かあればぜひ教えてください。I would love to do, in 2014 I was, I did a show in a museum in Genoa, Italy, the project, Museo di Arte Contemporanea, and it was an intervention with the architecture of the historic villa. I responded to that with wall drawings and specific paintings, and I would really enjoy that, the play with the story and all.2014年にイタリアのクローチ美術館の、にある、ビラで、歴史的な建築物に合わせて、作品を展示したとおっしゃっておりまして、またそういう機会を、また今後もどんどん作っていけたらいいなとおっしゃっております。まさに今回の展示は本当にホワイトキューブ、白い壁に囲まれた中での展示ですが、今言ったような、まあ、こう既にある存在のもの、もしくは、まあ、過去と、まあ、これから彼女が作り出すものがどういうふうにこうハーモニーを生むのかといったところなのかなと思います。まあ、我々から、彼女に聞きたいなと思っていた質問は以上になりますので、これから、まあ、時間が許す限り皆様に、質問を、していただければと思っております。2,3 個もしよろしければご質問をお受けしたいと思うんですけれども、もしよろしければぜひご質問ある方、挙手の上お願いいたします。ありがとうございます。今3つご質問をいただきまして、まあ、影響を受けたアーティストについてさっき質問をしたんですけれども、いくつか作家の名前が挙がった中でリヒターの名前が挙がらなかったと
まあ、リヒターについてもし影響を受けているのか、そしてどういうふうに考えるかを知りたいということですね。であとはまあ、リヒターと対比させて彼女の作品を見たときに、まあ、彼女の作品は、まあ、完全に塗りつぶされていない場所があえてあると、まあ、それについて少し話してもらいたいなと思います。であと最後にご質問いただきました、まあ、作品のサイズですよね。どういうふうにこうサイズを決めているのかですとか、まあ、そのサイズ感というところについてもちょっと聞いてみたいと思います。So, yes, I think Herbert Richards has been a very important artist in the 20th, 21st century. I think particularly his separation, using photography, but having this separation sort of equating this abstraction with the qualities of paint and how abstract painting a picture of a photograph can be. It's in fact, when I teach, I always, one of my early lessons is to have my students work from actual snapshot and try to translate that. But I enjoy his paintings quite a bit. まあ、一つずつちょっとお答えさせていただければと思います。リヒターについてなんですけれども、まあ、21世紀の絵画家の中でリヒターをとても重要な人物だと、彼女も、おっしゃっておりまして、でその彼の、まあ、写真を、抽象的なものに持っていたというその、技法はとてもやっぱり重要だとおっしゃっておりまして、で彼女が実際に学生に、教えるときに、彼らの学生たちにスナップショットを撮ってそれを、まあ、抽象化してくださいという課題を与えるそうです。I think with the negative space, I really am using just the canvas as a color. It doesn't have a specific meaning or non-meaning. またその、空白の部分でしたりとかっていうのは、特にその意識的にそれを、作っているわけではなくて、まあ、その色一部の、まあ、色として、取り入れているということです。最後の質問なんですけれども、まあ、作品の、まあ、描くときに何かこうサイズですね、サイズ感ですとか、もしくはキャンバスのサイズ、今回も、まあ、2種類のサイズ持ってきているんですけれども、どういうふうにこう決めているのか、もしくは考えているのかということがあれば。彼女が、ま、同じサイズを、好んで使うことの理由の一つが、ま、彼女が、作品を制作しているときに、ま、何枚か同時に、作品を、制作していることが多くて、でまた、それと合わせて展示するときにもうこう同じように、作品を、展示するときに絵の中にいろいろいろんな要素が含まれているので、まあ、サイズが違うように展示をしてしまうと逆にもっとうるさくなってしまうという感じが、彼女の、考えだそうです。
もし他にどなたかご質問ございましたら、ぜひお願いいたします。アートって個人的な部分と社会的な部分と大きく分けて2つの要素が組み合わさって社会の中に存在していると思うんですけど、今回のジェッキーさんが説明してくださるのは、例えばエステティック美しさであるとか、建築から始まって抽象に移っていく個人のこう何かな、個人のパーセンティックとか個人から見たこう何かアートプライスに対して方を説明していただいたと思うんですけど、それは日本ですごくアートっていうと美しさみたいなものでみんながこう分かりやすいのを捉えるんですけど、逆に社会性、そのもう一つの社会性、アートが持っているデザインを持っている社会に対してどんなメッセージを与えているか、社会にとってどんな意味があるかっていうことにちょっと日本はこう何て言うかな、パッと疎いんですね。でそのあたりちょっと説明がなかったと僕は個人的に思うので、ジャッキーさんがアーティストとしてこう活動しているその社会性、社会に対してメッセージみたいなものとかどういうものを伝えているのか、ちょっと教えて。ただそのアイデアを自分で解釈して
で描いていくうちにだんだんそれが、そこから離れていくという、工程を踏んでいるようです。ありがとうございます。そうしましたらば、そろそろお時間になりますので、本日読書をこちらで、終了させていただければと思います。本日ですね、最後になりましたが、今回、日本でのこの個展を記念いたしまして、展示作品の写真を含んだ、カタログを、ご用意いたしております。もしよろしければ、後ろの受付で、販売いたしておりますので、ご興味ございましたらばぜひ、スタッフにお声掛けいただければと思います。また、大変お手数ではございますが皆様、お配りさせていただきましたアンケート、もしよろしければご記入の上、こちらもスタッフにお渡しいただければと思います。このあと、6時から8時までこちらの会場で作家を囲みながら、少しドリンクを、ご用意してオープニング、レセプションを開催予定でございます。こちらも皆さんお時間よろしければぜひご参加いただければと思います。また最後になりましたが、少しちょっとこう座席によっては、作品と非常に距離が近い場所がございます。少し気をつけて、お立ちになってお帰りいただければと思います。本日は皆様、本当にお越しいただきまして誠にありがとうございます。こちらで終了させていただきたいと思います。